こんばんは。こんばんは。帰ってきました。2分前ぐらいに帰ってきました。暑い。暑いのはなぜだ。私が急いだからか。ミキヤさん頑張ったギフトありがとうございます。まだ新幹線、あ、どこから。そう、神戸プリンは差し入れでもらった。ひー、扇風機イン。こんばんは。終電で帰ってます。おう、何してたの神戸で。夜ご飯。こんばんは。黒み、あ、電車が遅延してた。へえ、そうなんだ。私はなんか予定通りに帰った、帰ってこれたから23時半にできました。めっちゃ予定通りきっちり、押すこともなく早まることもなく。こんばんは。神戸プリンね、2個食べた。たくさんあったから、余ってて。余ってるから誰かいらないってマネージャーさんが言ってたから2個食べました。関西弁、え、でも愛媛はなんか関西弁使う人も多いので、なんか関西弁結構ナチュラルに使える気がする。そう、明日は休み。七並べを除けばゆっくりできます。4つあるんだけど、もういい、もう満足かな。2個食べたから。プリン2個1日。神戸プリンはね、柔らかい。なんか茶碗蒸しみたいな感じ。めっちゃ茶碗蒸し、なんかお茶碗蒸しみたいと思いながら。まあ全然ね、神戸プリンは日常的に結構食べてるんですけど、私の家族が好きなので定期的に。そう、全然なんか初めてとか久しぶりとかじゃなくて日常的に食べてる。髪濡れてないですよ。濡れて見える？固めてるからかな。全然濡れてないです。パサパサ、ほら、固めてるからかも。アイドルの前髪、風が吹いても崩れない。ほら、ガッチガチになってるので多分濡れて見えるですけど、濡れてないです。ケープとか、ケープかな。そう、固めてるからね、ほら全部動く、一個動かしたら。いや、頑丈な前髪さん。
ほら、触覚は動くけど前髪は動かん。すごくない？頑丈なケープちゃんによる。前髪なくなりません。頑丈な前髪が欲しかったね。すごいやろ。そう、触覚は動くよ全然。ほら、前髪は動きません。春夢さん、かわいいギフトありがとうございます。雨降ってないです、降ってないです。広島。そう。しかも全然歩いて帰ったわけじゃないから、ちゃんと送ってくれるので、全然外れてない。モアイさん、お芋ありがとうございます。こんばんは。やすべさん、バツマルくんありがとうございます。バツマルくん、夏好きの時ポニテ帽子の中に収めてないです。出てた、普通に出してた。そう、ちゃんと送ってくれますよ。そんな放置じゃないですよ。駅から自由に帰れみたいな、そんなことはないです。さすがに23時なので。こんばんは。こんばんは。微妙にお腹空いた。そう、広島の夜は危険ですから。しかも3連休だからね、たくさん人がうじゃうじゃいるし。もう帰ってきたよ。兵庫近いからね、瀬戸内だから近いんですよ。公園があった日は疲れて早く寝れそう。え、どうだろう、どうだろう、日によるかも。でも早起きしてるから今日とかは寝れるんじゃないかな。最近は結構ショートスリーパーですから。お弁当はなんか、あ、写真撮ったけど送ってないや。なんか牛すじをなんか卵で包んだやつ、なんか兵庫の料理らしい。差し入れプリンだけ、なんかコロッケもあったけどコロッケ食べてないや。なんか牛すじたち煮込みみたいなのも卵でなんか包んでオムレツみたいにしてるやつ、めっちゃ美味しかった。牛すじ。こんばんは。こんばんは。ぼっかけ、それだ。兵庫のかな、分からんけど、なんかそれだった。美味しかった。コロッケは食べてないよね。お弁当食べた。神戸プリンは食べました。2個食べた。そう、2個です。
でも微妙にお腹空くんですよね。夜ご飯のお弁当が夜公演前なので、だから5時とかに食べたわけですよ。5時半とか。そうするとこの時間にお腹が空くのです。ぼっかけ、本当だ、めっちゃ美味しかった。ぼっかけ、そう、充電なくなりそう。ぼっかけ調べてみてください。ぜひ気になった方、気になって調べてお腹を空かせてください。気になって調べてお腹を空かせるんだ。こんばんは。あ、帰りのバスもね、並べてたよ。ベッドタイムフルで並べた。結構いい感じ、点差。ずっと並べてた。寝てないよ、行きも帰りも。まあ1時間半ですからね、新幹線。そんなにまあ寝る時間もない。米津さんがライブしてたの？行きたい、行きたかった。こんばんは。そう、今日のベッドタイムで結構開いたから嬉しい。こんばんは。久しぶりで楽しかったです。よかったです。四国つながりで関係者好き、そんな簡単には入れん。喉が鳴った。関西弁いいよね。なんか関西弁めっちゃ好き。関西弁の人は大体おもろいし好きです。おもろい人好きなんで。関西弁の、関西弁でベラベラ。こんばんは。関西弁よかった。やったね。すまんのー、なんかおじさん言葉みたい。すまんのはなんかあんまキュンって感じではないですよね。アーカイブで見直します。お、すごい、アーカイブも現地も。こんばんは。こんばんは。もうぼかけが美味しすぎて食べたい。考えてたらお腹空いてきた。そう、関西弁は神戸だけでも、愛媛の人も関西弁なんですよ。なんか関西弁ってめっちゃ映りやすいよね。なんかバイトの先輩が大阪の方で、めっちゃなんか関西弁でずっと喋っとったら、みんな関西弁になってた。映りやすい。
ね、ちょっと大阪に住もうかな。大阪に住んで関西弁をマスターして帰って来ようかな。こんばんは。なんでやるん。いいね。徳島が関西弁に近い。へえ。でも愛媛もめっちゃ関西弁。イントネーションがなんやろ。七並べ、それは違うな。あんま USJ じゃ全然関西弁映らんから、 USJ じゃなくて大阪のなんやろ、コミュニケーション。な、何言ったら関西弁。こんばんは。今日ポニーテールでーす。そうそう、朝スタバ買った。スタバのあのアイスキャラメルラテとソーセージパンみたいなやつ買いました。朝ごはんスタバ、イエイ。のしし、だから今日からなんもないです。ほな行こうか。こんばんは。そうね、次は3周年コンサート。そうそうそう、あいこじの関西弁は偽物。そうなの、なんで。こんばんは。福岡の人なの、愛子寺。え、3周年当たった、やっと当たった。お、やっと S 席ですか。え、そうね、ソロハさんめっちゃナチュラルな関西弁だった思った。都道府県魅力度ランキング第36位おめでとうって、イエーイ。36位、イエーイ。40何歩中36。まだまだ魅力が伝わってないな。こんばんは。モアイさんケーキありがとうございます。佐野遥さんか。佐野遥さん喋ってるとこ見たことないや。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の服はこちらです。なんかこれだけで何か分かる人全然いない、いないね。なんかツイッターで突っ込まれるかなと思ったけど。ドゥンドゥドゥン。
5年ぶりの GBEC ホール何しに行ったんですか5年前は。ドクロに見える、まだまだだね。でもこの T シャツ紹介したよね多分配信で。リンゴさん、クロミありがとうございます。この配信はドクロに見えるんじゃまだまだだね。なんか配信で一回なんか着て見せた気する、後ろ。8年ぶりに広島来ました。おお、今日は何があった広島。仕事。明日は DMM さんでゆっくり見ます。ぜひ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 。明日はね、アーカイブが出るので昼ぐらいに。あと7分、本当だ。そう、日帰りです。11時半に帰ってきました。28分ぐらいに帰ってきました。家事はね、誤作動だったので大丈夫でしたね。でも私気づくの早かったと思う。なんか普通になんか気づいたら誰も何もあれ聞こえてないんかなと思って、音楽が大きいからめっちゃ早く気づいたんですよ。鳴り出した瞬間に家事ですみたいな。でも誰もそう何もしてないから、あれ聞こえてないんかなと思って、音楽も大きいしワンチャン気づかんぐらいのさ音量だったから聞こえてないんかなって思いながら、そうね、そうで全然普通に続けて暗闇も行こうとするから、えみたいな。まあさすがに暗闇止まったけど、えみたいな。ね、そうスルーするんだと思って、そうだから続けたけどね。今回はでもたまたま誤作動だったけど、もし本当のやつだったらあんななんかスルーして踊り続けてたら大変だね。だけど聞こえてないかなと思った、 音でっかいから。そうね、なんか鳴ってると思いながら、暗闇の2番あたりぐらい、違う、花だれの2番あたりぐらいから鳴り出して最後までやったから、花だれ。花だれの1番終わった瞬間ぐらい鳴り出したんかな。そうそうそう、あわー、でも1回って言ってたから、あーでもここは1階じゃないなと思って、だからまあなんか私は音楽聞こえてるけど放送も全部しっかり聞こえてて1階って言ってたから、あー1階か1階かみたいな感じで鼻だれしてた、だから動かないのかなと思ってね。パフォーマンスしながらちゃんと放送を全部聞いて、そう、あ1回みたいな、あ1回の火災報知器みたいなね。そう聖徳太子で、2階だから動かないのかみたいな感じで、そう踊りながら考えながら、そう思った。そう聞こえた聞こえた、耳いいんですよ多分。イヤモニついてないですよ公園は。そう
周年コンサートとかしか大きい会場しかイヤモニはついてないです。でも多分半分ぐらい聞こえてなかったんじゃないかな、必死にパフォーマンスしてたら。私が必死にパフォーマンスしてないみたいな感じに、だけど言い方、必死にパフォーマンスしてたら多分気づかないだろう、あの音量は。だから半分が気づいてないから、半分動かないから、その気づいてる半分も動けないみたいな。あ、続けるのみたいな、あ、続けるみたいな感じになって、半分が半分に合わせる状態みたいな。こんばんは。イヤモニないんですよね。そう、結果ね、誤作動です。あと3分。そうだね、壇上読んで終わろう。それでは壇上読みます。13位ウニさん、12位長谷川さん、11位春夢さん、10位アキアンさん、9位理化学研究所さん、8位ゴーンさん、7位リンゴさん、6位ヤスルパンさん、5位ウドムさん、4位ロボリンさん、3位ミキヤさん、2位ヤスベイさん、1位モアイさん。ありがとうございました。でも全集中してたから気づいたってのもある。あれ、なんか曲じゃない音流れてるぞっていう、曲に集中してたから。真剣に音楽を聴いてたから、あれみたいな、異音がするぞ。そうです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あと2分ですね。もうなんか今日兵庫にいたのにもう広島にいる。なんか兵庫にいたの一瞬すぎて、しかも何もしてないから、なんか広島いる。朝広島で配信して夜広島で配信してるから、兵庫にいたのがなんか夢の世界みたい、夢の中の。だって朝ここで配信して夜ここで配信してるから、普通にあれ兵庫行ったみたいな。公演はしたけど、あれが広島って言われりゃ広島とも思えるし、そう行って帰ってきて、そう、あ、兵庫行ったっけみたいな。あったけど、あれがここ広島ですってなんか洗脳されたら全然いける。そう、私はあの室内から出てないから一回も。そうだから、ここは広島のホールですって言われたらなんか全然信じる。そのホール内に観光スポットとかないし。おやすみ、おやすみなさい。あと30秒ぐらいですね。来んない。おやー、そう、神戸プリンがね。そう、おやすみなさーい。